はようございます。おはようございます。今日は石川県のドリームレイクです。ここはブラックバスの加熱売り場で、結構その北陸では結構メジャーな、温度なんですけれども、まあ、今回ここに持ってきましたこのフルレンズ、またフルレンズロックですね。で、ベイトキャスティングリールの投げ方、投げたいんだけど使ってみたいんだけどバックラッシュが怖いとか、まあ、そういったなんていうかな、トラブルにどうしたらいいかっていうのはちょっと分かんない人が多くて、そういう問い合わせも多いので、ちょっと今回ここで、まあ、基本的なそのなんていうかな、ベイトキャスティングリールの投げ方について、まあ一緒にやっていこうと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、今回ですね、はい、このベイトリールを使ってブラックバスを釣るということなんですが、はい、ベイトリールのいいところってどういう？メリット、はい、メリットは、まあ、一つ、まあ、そのスピニングリールというものは高音巻いてきてる糸を高巻き取ってるので、結構大変なことしてるんで、でもベイトリールってこう来てるものそのまま巻き取ってるんで、ギアと同じ向きになるということで、まずは重たいルアーが投げやすい。あ、なるほど。あとは、まあ、サミングって言って、こう投げた時にスッてこう指で押さえることができるんで、スピニングだと糸がドワーッて出てることによって着水の時に着水音が調整できなくて、ボチョッて水が入っちゃったりする。確かに。それを、まあ、ベイトだと慣れてくるとスッて落とすことができる。こういうメリットがあります。手返しとかもいいんですか？そう、手返しもやっぱワンタッチでクラッチが切れるので、スピニングだと1、2、3点。そうですよね。そう、何工程もあります。そう、何工程があるのを1工程でもう巻き取りができる、まあ、そんなスピーディーなゲームができるようになります。逆に、はい、デメリットがどういうところですか？まあ、さっき言った通り、はい、バックラッシュ、ジュワーって、まあ、このバックラッシュもね、後で解説するんだけれども、まあ、その原理さえ分かってしまえば、それを防ぐためのブレーキコントロールをすればバックラッシュも怖くない。うん、今度は今日、はい、教えてもらえばうまくできるだと思います。頑張って練習しましょう。はい、それでは、はい、実践に行きましょう。はい、まずはね、リールをまずまくりと、そこから始まるんだけど、リールはまずはね、最初の方はちょっと太めでしなやかで、まあ、太めって言ってもだから16本と4本ちょっと太めの糸を使ってもらう。これナイロン、うん、そうナイロン、ナイロンの16ポンド、はい、うん、でクロロカーボンはゴワゴワするんで、トラブルがあった時に届きにくいの。あ、そうだ、本当にやったことないっていう人は最初はナイロンラインの16ポンド、はい、はい、を選んでもらうといいと、太めを選んでもらうといいと思います。で、竿選び、まあ、今回持ってきてるのが今 511L ってやつと 58M っていうフルレンジのシリーズなんですけど、短いの長くて硬い竿をで投げをすると結構ね難しいの。硬いと竿が曲がんないから、だからやっぱりこうしっかりと曲がる、しっかりと曲がるで、ルアーの重みをこう感じて、これがそのまま素直にこの反発でルアーが飛ぶように。で、さっきも、まあ、説明したんですけど、バックラッシュが起きる原理ってオーバーランなんだ。オーバーランってこうルアーがこう引っ張られていく、それで糸が出てくときにこの出てくスピードとスプールの回転が合ってたらバックラッシュしないんですよ。で、ルアーにこう引っ張られてってる、引っ張られてってる糸が、糸なりルアーが風でこう押し戻されたときにスピードが変わるよね。その時にこっちが回りたいけど、要は押し戻されることになって回転とこう飛んでいく勢いが変わっちゃう時にバックラッシュが起きる。なるほど、そういうことですね。最初練習する時は不抵抗の少ないもの、ちょっと重めのものでしっかりやっぱ竿を曲げていくことを意識してもらうといいと思います。で、リールは、まあ、今このレンジシリーズなんですけど、これですね、まあ、糸が目いっぱい巻いてあったで、簡単に説明すると、
キャスコンっていうキャストコントロールのブレーキ、これはスプールをこっちにこうちゃんと押し出して、で遠心力で遠心力ブレーキが回転を止める、そういったシステムになってるんだけど、この板に、この周りの板にこれが回ることによってこれが膨らんでってビタッとこう止める、そんなブレーキシステムで、まあ回転するとこれが広がってってこの空中に当たってブレーキがかかるというシステムなんだけど、フレンチリールで使われてるリールのこのブレーキシューってよく見てもらうと1,2,3って色違うんですよ。でこの1はちっちゃい、で1はちょっと黄色がちっちゃい、青が中ぐらいで、赤が要は摩擦抵抗を、赤が一番大きい。で何がいいかっていうと、今までは6ピンっていう遠心ブレーキだったんだけど、これが2ピンの時はもう1段階の抵抗しかかけられなかった。でもこのフルエンジンリールは時に小さいのを出して、今実際やりますけど、そうカチャカチャってこれしまわない。で同じ2ピンでも細い2ピンと、で逆にもうちょっとルアーが重たくてブレーキ効かしたいなと思ったから、この2番の真ん中の抵抗のブレーキ紙を引っ張り出すことによってもうちょっとブレーキが効く。で同じくもっとブレーキ効かしたいなと思ったらこの赤出す。そうすると同じ2ピンでも3段階、3段階のブレーキ調整ができるから、今までのリールよりもっと細かい。一番初めは極端な話、最初は全く投げたことないっていう人だったらもう6本全部出して、6本全部出して全部出しちゃう。全部出すのはすごいブレーキが、そうブレーキが一番効いてる状態、このリールで一番ブレーキが効いてますよっていう状態を作り出すというのが大事で、あとはキャストコントロールつまみっていうのを、キャストで、これを閉めてもらう、きちんと閉めてもらって、ここのつまみを閉めてもらって、はい、左と右で向きがちょっと変わるんだけど、こう左巻きだと手前にこうこっちにやるときつくなる、でルアーもこう見てもらうともう全く離してるのは落ちない、あーすごいかかってる、かかってる、これ一番ブレーキかかってる状態、でこれをまたちょっと前に揺ると、前にこう回すと揺れる、あもう落ちるようになる。なるほど、じゃこっちでもコントロールして、そう、ビューッと落ちる、これをだから手前に引っ張ることによって落ちなくなる。で大体最初はもうこう落とした時にこうちょっと落ちるぐらい、振った時にちょっと落ちるぐらい、結構かかってます。そうこのセッティングでまずはスタートしてもらうのがいいと思います。はい、まず最初投げる時の、指の位置、ワンフィンガー、あ1本なんですか、1本で結構2本とか3本めっちゃしてるんだけど、私結構こうやって2本でやってました。手首が変えないの、あーなるほど、ワンフィンガーだとちゃんと後ろまでこう曲がるんですよ。おお、はい、ワンフィンガーで、スリーフィンガーとかだと曲がんない、後ろまでこういかない。あーなるほど、あ気づかなかったです。そっか、確かにこの方がそう、すごい範囲が広くなる。で肘はもう動かさない、肘は僕こうやって、はい、やるしてるけど、動かさない、後ろに引っ張ることも難しい、そうでルアーに勢いが出る、今ブレーキてかサビにもほとんどしてない、でもブレーキを強めにしてるんで、今ほとんどもう竿の下りのだけで飛ばしてる。なんか今までバックラッシュっていう言葉が多かったんですけど、やっぱちゃんと調整すればいいです。そうです、それを調整が分かんないともう今の時点でグランってなってますね、ずっとこう
ラスト。じゃあ最初はやっぱ強めで投げる。はい。ほとんど今サミングしてないでしょ。はい、なるほど。そういうこと。はい。で、投げてその後に大事なのが持ち帰るでしょ。その時にちゃんと3フィンガーとか2フィンガー、あ、こっちは普通に持ちやすいよ。ホールドスローはなぜならば力が入んない。魚かかってギューンって合わせた時に、はい、1本だとボケーンと確かに特に負けちゃうので、そういうことです。もう一回投げてみよう。ハンドル上にして、そうです。あとはまっすぐ振りかぶれば、はい、まっすぐ振り下ろせばまっすぐ、はい、あ、でもなんかすごいストレスがない。なるほど、ブレーキかなり重要ですね。で、はい、慣れてきたら少しずつ下げて、ブレーキを落として緩めていくっていうのが大事ですね。はい、はい、で、サミング、さあ最後、最後のさっきはもうブレーキが 強かったから、はい、サミングしないでもいけるよって言ったんだけど、はい、要は最後の着水の時にスッとこう指を押さえてる、この端っこの中でこのスプールエッジのところを、まあ、こういう状態で投げます、はい、スッとこう着水と同時ぐらいに指を、うん、そう、はい、添えれば、それをギュッてやると弾道がピョンピョンってなるんで、はい、それを最後の着水の段階でこうして、はい、投げたらスッとこう、もうただお腹を、指のお腹を、ね、よ投げる、スッ、もうこれだけギュッと押さえない、スッてもうスライドさせるだけ。あとはもうまっすぐ、まっすぐ振り下ろせばまっすぐ、これが、まあ、基本です。はい、テイクバックをねもうちょっと意識して、後ろにもうちょっと、そう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 、出せるだけ引き出す、指で押さえるのが大事、まずはね、ずっと糸出してくる。だからこの時に太い糸を使っておくと、このバックラッシュのトラブルが起きても大丈夫で、引っかかるところがある、引っ張って、あ、引っかかっちゃったなと思ったらちょっとこう指で押さえて巻いてあげる、でまた出す、でまた引っかかったところまで行ったらちょっと指で押さえて巻き込んであげて、するようになったらちょっとブレーキを、締めてあげる、締めてあげて、ちょっとこう風が吹いてきた時とか特に注意で、じゃあその時にまたキャスコンっていうこのつまみを締めてってあげて、ちょっと強くしてあげるとバックラッシュもしにくくなります。ロットがですね、フルレンジの C65M になります。